いい感じ。チンチンチン。チンチン。すいません。そういう意味で言ったんじゃないのはわかるでしょ、みんな。皆さん、こんにちは。こんばんは。アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。まず最初にこちら、リスナーさんに紹介していただきました。野獣帝を駆け抜けろ810秒スピードラン。かっこ大嘘。ということで、810秒の大嘘って。待って、ベストタイム。18秒。クリア率が 0.33%。 オーマイガー。なぜ810秒なのかちょっと解きたいね、謎をね。やってきましょう。ふい。なんか普通だね。怖いぞ。あ、なんかピードあった。ウィース。え、戻ってくるんだ。これ18秒がちょっと無理じゃない。はいはいはい、下行きます。多分上なんだろうけどね。はい、まあ行ってみましょう。はい、あ、やべ、やっちまった。で、戻んのかな。そこにピードはあったもんね。はい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 、違う。え、下、わけわからない。こっちか。はい、で、こっちか。なんか、はいはいはい、こっち。あー、メットは絶対に被ってないといけません。あ、待って、200秒だ、しかも。どういうこと。もう一回まっすぐ行ってみましょう。適当につけたのかな、810秒って。もう何でもありだね、コース名。でも面白いね、行ったり来たりして。オッケー。え、でもなんかちゃんとさ、作り込まれてない？結構。おい、はいはいはい、面白い面白い。え、あ、でピンクコインあったね、左側にね。オッケー、オッケー。あー、オッケーオッケーオッケー。これタイムアウトだけは絶対に嫌だよ。はいはい、戻る。はいはい、戻る。オッケーオッケー。あー、こっち。あ、ジャンプー。あ、あった。ええやないかい。はいはい、いやいや、これいけないね、まっすぐだね。はい、オッケーオッケーオッケー、いけ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 。ん、こっちだね。はい、面白いじゃん、なかなか。え、810秒の意味がわっ。あー、ちょっと、はい、行くぜー。おー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 、はい、普通に楽しんでおります。残り88秒。思いっきり時間、私は200秒使いそうです。あ、え、これだ、面白いこれ。戻らせやがって。いくぞ、ジャンプー。え、何今の。めちゃめちゃ鬼畜ギミックやん。はい、よっしゃー、フラワーケッツ。ん、おらら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 、おらら、もうフラワーだとなんか安心する。にょんと、よし、フィナーレかな。スピン、おー、ナイスハンド。ごめんね、騒いで。おもろいよこれ。え、ちょっと待って待って待って、普通にちょっと真剣になってきちゃった、私。ちょっと舐めてた。おっと、私の大好きなタケコペだ。終わりな感じのベルで、左ね。オッケー、で飛びます。あー、大丈夫かな、見えない。よし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 、わあ。オッケー、あと23秒。普通にさ、あ、間違えた。この200秒という長さに精神がちょっとやられております。ほい、あら、オッケー、12秒。ほら、なになになに、
ちょっと待って、落ち着いて。もうゴールでしょ。おい、なに、チャプー。あ、上や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 。わー、びっくりした。なにここ。いやー、謎は解けないままクリア。私より3分も早くクリアしてる人がおりますが、まあ、とりあえずはいいね。ちょっと見えたピードアのところやってみましょう。右上に見えたピードア、こう言ってピーを押してから戻るんだよね。あそこね、右上。それにしても810秒の謎、820秒かの謎が、やべえ、上だ。あれ、いけない。ごめんだったら難しいな。逆にほら、こっち行くのも結構一苦労だよ。おいったーい。どこ出る？え、ワンフレだ。そうだそうだ。オッケー。よっしゃー、決まりました。集中しすぎて無言になってしまいました。なんだろうね、この810秒の謎。わかる方ぜひ教えてください。はい、続いてはバネーン、やっていきましょう。助走なしバネジャンプだね、この中で。なあ、キリキリ届かない。ちっちゃく助走。くっ、惜しい惜しい。雲の口までいったね、高さにすると。ああ、目までいった。よし、次はおでこまで行こう。おりゃ、あ、行ったよ、おでこまで。頭まで行こう、頭まで。それ、あ。バネをさ、投げるとちょっと高くいけるんだよね。それだな、きっと。オッケー。かなり余裕ありました。投げつけバネじゃんですね。コンコンと聞こえてくる方が正解。ステレオクイズ、ちょっとボリュームアップしよう。よし、聞こえてくる方だね。いきます。耳を澄まして。え？なんかこっち小さくない？で、こっち行くと、おっきい。絶対こっちだ。おお、やっぱ当たってる。こっち小さくなったよ。こっちおっきいね。すっげー、当たりだ。やっぱそうだね、大きさだ。こっち小さくなった。大きくなった。耳を澄ませば正解が聞こえる。3つか。これが小さい。でも真ん中とこっちがよくわかんない。真ん中かな。なんかここが一番奥聞こえる。大きくね。いけ！やったー！他はピースイッチ押されちゃう。そして落ちちゃうんだろうね。オッケー。やった！ちょっと幅が狭いから分かりづらいかも。小さい。これだ！オッケー。まだまだ。若さがみなぎる女、アスカ。え、ちょっと待って。大きい。え？あ。これだ。うん、ここが大きく聞こえる。やった。これでできますよ、皆さん。聴力検査。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。今月の、雑談生放送は4月の30日の日曜日を予定しておりますので、皆さんぜひお時間ある方は遊びに来てください。時間はだいたい夜8時から9時ぐらいの間にスタートできたらいいなと思っております。それではまた明日お会いしましょう。アスカでした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。この動画はこちら。
テン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